はい、どうも、喋ります。あれですね、7月13日何があったかっていうのはもちろん後で言うんですけど、普通の話もちょっとバランスよくした方がいいなと思って、ちょっと半分ずつにしていこうかなっていうね、ことなんですけど、もう疲れてますね。もう家帰るとき鍵開けようとしながら、スイカを出しましたからね、今日。ふわふわと思って、もう全然ダメだわと思って、もう完全にピーの感覚で行ってるからと思って、この間コンビニ、行ったんですよ。事務所、千川にあるんで、近くなんですけど、コンビニでなんかこう、セブンイレブンだったんですけど、700円くじあるじゃないですか。これ短い話なんですけど、700円くじの、やつを僕の前の4、50代ぐらいの女性の方がいて、って言って、こんなん、引いていいのみたいな。めちゃめちゃテンション。これ引かしてもらっていいんですかこんなのみたいなんで。それで、お茶とか当たったりするじゃないですか。応募券が5枚でなんとかとか、で、当たったらお茶とかコーヒーとか当たったりするんですけど、あれ700円くじのやつって、お茶当たって、うわ、大当たりだって言って、もう、ああいう人生いいなっていうふうに思いましたね。うん。そう、すげえ思いましたね。まあまあまあ。で、この間の現場人っていう TVer で見れるまた番組なんですけど、いきなりステーキってもうすごいですね。もうなんかあと3件で日本全部行くらしいですね。結構おもろかったですよ、いきなりステーキのやつ。だからアメリカに行ったら、このアメリカのその机は横並びじゃなくてもう向かい側で立つんですね、ああいうのね。日本って必ずその真ん中に敷居があるんですよ。なんて言うんですかね、そのいきなりステーキって。で、それのその敷居を取れないかみたいなのがすごいあって、うわ、すごいなっていうふうに思いましたね。もうこんなに文化で違うんだなみたいな。全然ボイコットとかするらしいですからね、向こうのバイトの人とか。うん。でも、バイト先、バイトで言うとバイト先の話もあるんですけど、バイトの大きい方するところが毎朝5個あるんですけど、必ず夕方3時と朝11時ぐらい必ず埋まってたりするんで、うわ、腹立つなと思いながら、この間も今日も待ってたりしたんですけど、その僕何ですか、ライブ出る時もあるんで、一回その大きい荷物を持ち歩きながら、ロッカーに行く前に大きい荷物を持ちながらっていうので、その大きい方に行きたいからっていうの、大きい荷物って言ったらちょっとまあややこしいんですけど、大きい荷物でその台をするためにこう入ったんですけど、そのトイレットペーパーの備蓄みたいなところがもうポンと裸で置いてあるんですけど、この間も大きい荷物をくくって戻した時に、トイレットペーパーにバーンって当たって、もう丸々をこうトイレにサバーンって落としちゃって、うわ最悪と思って、やっちゃったと思って、それそのまま戻しちゃいましたからね。トイレットペーパー丸々便器に落としちゃったと思って、本当に最悪というかあれでしたね。もう切なかったですね。で、この日、土曜日に結構久々に会う、そのオタクやってた時の友達がいたんですけど、その人とがなんかこうお笑いじゃないわアイドルフェスにいるんでみたいなのをツイートしてたんで、どう飲もうよみたいな、全然夕方からでも何でもいいから飲もうよみたいな、あ全然いいですよみたいな、じゃあ僕ちょっと引き上げますんでみたいな、じゃあ待ち合わせ夕方4時ぐらいでって言って、その間のなんか僕ん家からその新宿と、その現地から新宿までの監視、じゃあ4時ぐらいにやっつけるんで4時にって言って、待ってど暮らせど来ないんですよ。全然連絡するのもなんか野暮じゃないですか、待ってる時に。で、4時半過ぎて4時40分ぐらいになって、すいません寝過ごしてましたみたいなの来て、マジかみたいな、マジかよみたいな。もう電車もだから夏フェスで結構疲れるじゃないですか。その疲れるからちょっともうヘトヘトで、もうちょっと寝過ごしてましたみたいな、マジかみたいな、もう1時間近くなるぞみたいな、まあいいわと思いながら、僕動画で酒飲みながらゆっくり待ってて、で着きましたみたいなことになったんですけど、どこいんのみたいな、何々口だよ、東西口だよみたいなことを言いながらやってたんですけど、でなんかいや俺もいるよみたいな、じゃあ写メ撮ってみたいな、今どこにいるか俺そっち行くからって、その人名古屋から来てたんで、僕が合わせますよと、
そのあなたのいるあの画角を見て合わせますよみたいな、もしかしたら何口間違ってるかもしれないしと思って、でそれでピッて送ってもらったらめちゃめちゃまんまなんですよ僕がいるところにの写真なんですよ。うわこれまんまじゃんって思いながら、であの全然出会えないなと思いながら、それで全く同じ画角を撮って送ったら、いや全然出会えねえなって言って、それでいて、ここでこんなことあるみたいな、こんな近くで全く同じ風景の写真撮れるのに出会えないことある、5分間ぐらいみたいなっていうのがおもろかったですね、うん、でそれで待った時に思ったんですけど、ポイ捨てするやつに幸せはもうね来ないっすよ本当に。もうなんかタバコ吸うやつ必ずポイ捨てするよね、あ何なんだろうな思いながら待ってましたわ、うん、すげえ思ったな。あと日傘が風で壊れそうな人見てるとおもろいよね、なんかあのいやいやもう雨だったらまだ分かるんですよ、粘るのあの風を分かるじゃないですか、雨だったらグッとこう粘るの分かるんですけど、こう濡れたくないから風が吹こうとも、もちろん濡れる量は変わらないかもしれないけれども、ちょっと粘ろうみたいな、全然そのなんていうんですかね日傘はもう閉じればいいじゃん風吹いてんだったらグイングイン折りたたみの日傘がなってて、僕はもうこいつ必死やな思って見てましたけどね、うん、あとは売りアパートって書いてある、売りっていう感じの売りアパートが鬼アパートにこの間見えましたけどね、そう疲れてるんですよ結局、疲れてるんですほんまに、売りアパートが鬼アパート見えたらもう終わりっすわ、うん、であとはあのラーメン捨てるのもったいないなって話なんですけど、この間捨てるの言うてもうたけど、結局その僕がなんていうんですかね、ラーメン自分で作るんですけど、その4人分みたいなでっかいその長麺みたいなのがあるんですよ、ラーメンでスーパーとかに売ってる、テンション上がるんですよね、なんか10分の4残ってたら 2-2 でいけるんですけど、これも 3.5 いやもう4いっちゃうかぐらいのでバーンやるんですけど、ちゃんと丸々1回分残してしまうんですよ。でもそれでもう食い切れねえから、もうあの結局捨てちゃうんですよね、うわもうテンションを恨むわ思ってっていう話ですわね、うん、はい、でも毎日一冊ずつ読んでるっていうその課題図書みたいなのが今僕ありまして、実は今日は2巻だったんですけど、スケットダンスっていうね漫画なんですけど、これがまあやっぱりあのなんでその1日1冊にしてるかっていうと、その何冊も読むとこうザーッと読んじゃうじゃないですか、僕なんかそれがあんまり良くないなと思ったんで、このジャンプでやってた篠原健太さんっていうあの作者の方、うん、篠原健太さんのそのスケットダンスっていうやつを読んでるんですけど、どういう漫画かっていうと、その学園物でそのボッスン、グッサンの言い方でボッスンなんですけど、ボッスンっていうその主人公の男の子がいるんですよ。でそのボッスンがその助っ人団っていうのを部活としてやってますよと、藤崎雄介でボッスンで、それで姫子っていうあの女の子、鬼塚姫っていう子と、あのスイッチ臼井和義っていう子がいて、それぞれがなんか主人公のボッスンはなんか優しくて情にもろくてみんなのことを直情的に助ける、で姫子が女の子でツッコミ役なんで、でツッコミなんですけども、その武闘派みたいな、喧嘩めっちゃ強いみたいな、でそのスイッチっていうのがその知能派で、臼井和義っていうのでパソコンで、打って、でその喋り方っていうのが自分の声で喋らずパソコンの音声認識で喋らせるっていうような、そのもう本当に知能と、心技体じゃないですけど、知能と心となんかあの武力みたいなのを持ってる、あのちょうどいいバランスなんですけど、それを読んでて、やっぱりあの1話ごとになんかこの話はこういうので作りましたとか、こういうのが続いてたからこうだろうみたいな、こういうのにしてみました、今回はベータにしてみましたとかっていうのはすげえ面白いんですよね。なんかあこういう意図で作ってる漫画家って本当、昨日か一昨日も言ったんですけど、あのジャンプ創刊号のなんかその花、ジャンプ創刊が7月11日だったかななんですけども、その中野編集長のことですが、その放送作家じゃないわ、だからその
編集さんっていうのはもう全部をやったりするんで、やっぱり編集さんがダメ出しとかしてくれるらしいんで、もう本当に微調整微調整で、例えばこういう大事なところのページどこ削れるかっていう戦いでやってるんで、すげえなと思って、うん、でやっぱり子供向け少年誌とはいえど、少年向けに作っちゃダメで、少年が分かるギリギリの大人のもん作らなきゃいけないですか、ああいうのって大人向けに作らなきゃ面白くなかったりするじゃないですか、ああいうもんって。だからこう伝わるようにやるのって本当にすげえなっていう風に思いましたね。うわーと思って、2008年ぐらいが初版だったんで、わあそうかと思いながら、10年前か思いながら、で一個気づいたんですけど、あのやっぱかなりお笑い好きですね、篠原先生って。やっぱりかなりお笑い好きっていうのは、あの考えられへんとか、だからもうあの松本さんとか木村雄一さんとかのあの方々の言い方をが好きなんですね、多分。考えられへんとか、あのあったりもしますし、あのボッスンがちっちゃくなる、あのなんか、部活の顧問が、その助っ人団の、 あの顧問が科学というか発明品みたいなのを持ってくるんですけど、ちっちゃくなるこう、あのこの薬みたいなのをコーラと間違えて飲んじゃって、でちっちゃくなった時に、その姫子っていうその女の子が、あんた外出るでと、めちゃめちゃ可愛いから、もう主人公はちっちゃくなってもう可愛いから外出るでって言ったら、もう何言ってんねん、あんたもうケン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 って言ってて、これケン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 っていう言い方って、あのオカンとマー君の言い方なんですよ、ダウンタウンのゴッツの。だからうわ、これダウンタウンさんとかその辺のお笑いめっちゃ好きなんだなと思いながら、で大阪弁にしてるのはやっぱりそのツッコミ役だからっていうのにしてるっていうのを書いてあったんで、あすごいなと思って、で秀逸だったツッコミがその、あのボッスンっていうその主人公の男の子がちっちゃくなった時に布をかぶせるんですけど、布を一枚布でその服にするのなんて嫌じゃないですか、だからそれで嫌だよ、東アフリカで衣類として利用される一枚布のカンガかっていうツッコミがあって、要は 長ツッコミやな、までこれカンガかって面白いよね、嫌だよ東アフリカで衣類として利用される一枚布のカンガかって思う、これいいツッコミというか、もう食ってんなと思って、食ってはるわ思って、めっちゃ面白いですよね、そういうのもおもろいですよね、うん、なんかやっぱ今でもなんか使いたくなるようなフレーズ結構ありますよ、なんか爆弾爆発するよみたいなの、あのなんかシャンプーなくなったよみたいな言い方で言うなみたいなシャンプーなくなったよみたいな、その言い方で言うなみたいなとか、ツッコミがやっぱりね秀逸というか、すごいあの大変なんだろうなっていう風に、おもろするの大変ですねっていう風に思いましたね、うん、やっぱ少年漫画は偉大、あんだけ32巻まで、僕全巻持ってるんですけど32巻までなんですけど、やっぱあそこまで売れるのはやっぱりね偉大というかすごすぎますよね、うーん、キャラもいいし、なんかもう全方位何でもできるもんね、だからキャラとかも定着させるまで時間がかかるから、あのちょっとずつ小出しにしてみたいなのを書いてあって、うわすごいな、もうネタ振りじゃん、壮大な、もうそれって芸人でいうところのすげえなと思って、大変だったんだろうなと思って、うん、しかもこれ毎週ですからね、毎週やるっていうのがこれまた大変なんですよ、このやっぱりみんなに分かってもらわなきゃいけないですからね、うん、はい、というので今日の助っ人ダンスの喋、りでもあり、そして7月13日は何の日かっていうとね、これねハリウッドのね看板が、できた日らしいですね、1923年、ハリウッドですね、 HOLLYWOD、ハリウッド、ちなみにハリウッドで一番金もらってるの誰かなって調べたら、あのなんたらなんたらジュニア一番の人になんてこと言うんだって、アイアンマンとかの人が53億らしいですね、うん、パッと頭に覚えてたんで今さって言いましたけど、なんか53億だったらしくて、でハリウッドのその看板でも結構いろんな事件が起こってるらしいですね、うん、ハリウッドの H のところからこう投身自殺というか投身したのがあの映画になってたりとか、それがまたハリウッドの O を2つ E にしてたりとか、これハリウッドの看板って何なんだろうって調べたら、これもともとハリウッドランドって書いてあるその看板、 HOLLYWOODLAND ハリウッドランドっていうので、これね土地の誘致とかのプロモーションだったんですって、看板の、確かにそれはそうだなとか、確かにそれっぽいなとか思いながらも、でも日本にそんな誘致の方法ないよなと思いながら、うん、だここの土地コーテヤーのやつなんですって、だからすごいなみたいな、ハリウッドってやっぱ規模が大きいですからね、うん、だからそういうなんか土地の看板だけでもあのやるらしいんですけど、でも実はこれハリウッドのその看板って今
なんていうんですかね、今もうアメリカのロサンゼルスのなんか非営利法人みたいなのが管理してるんですって。すごいっすよね。はぁと思いながら、へぇと思って、すごいなんかわぁと思って、ハリウッドランドと文字が並んでいたっていうふうに書いてますよね。海外とか行ったことないわ。もう本当にパスポートだけ持ってんすけどね、一回も行ったことないっすね。うん、行ってみたいね一回ぐらい。そうっすね。だからその今日は何の日だったみたいなちょっと一個ぐらいにしとこうかなと思って、自由喋りでこうグダグダっていうのがやっぱりいいかなと思ってね、うん、でも今日あれなんですけど、まあ、何をとは言わないですけどね、すげえ怖い事件があった日なんですよこれ。あのウィキペディア見てもらえると、なんたら事件って書いてあるんで見てほしいんですけども、その事件がなんかあのもうドラマみたいな事件ですげえ怖いんですよね。なんかクライシスとかあったじゃないですか、あのクライシスという刑事ドラマ、うん、政治とかが絡むようなこれ事件なんでめっちゃ怖くて、なんかこう、こういうの本当にあんだみたいな。あれドラマとかで例えばなんかこう、なんていうんですかね、ちょっとこんなのあるのみたいな事件とかってたまに取り沙汰されたりとか、あのこういうエピソードあったりするんですけど、あれ結構ほんまのやつ多いかもしれないですね、うん、週刊誌とかも結構本当のことだったり多かったりするじゃないですか。本当蓋開けてみたら結局ほんまなんかいみたいなの結構あったりするんで、ああなんかそういうのは思いましたね。うわ怖っと思って、うん、まあそんな7月13日でございまして、はい、今週もあと金曜日だけで土日も頑張ってちょっと喋ろうかな思いまして、3連休土日月で、月曜日は休み海の日でしたですかね、海の日で、来週土曜日が事務所ライブなんで、まあお暇な方見に来てくださいっていうのは、ありますけども、あとは録画してたあの林先生の日本ドリル見ましたけど、やっぱり三河ゼザン教めちゃくちゃ出ますね、早乙女さんのやつ、うん、日本で一番というかもう本当に林先生を認める最高峰の天ぷらって門前仲町にある三河ゼザン教ってやつなんですけども、これ実は旅猿とかにも、出てたり、その腕を見それしますっていう旅猿にも出てました。岡村さんと東野さんの旅猿にも出てましたし、あの林先生の本にも出てきましたし、初耳学にも出てきたし、生き様大辞典という林先生が昔やってた一人だけにそのスポットを当てて喋る番組にも出てたんですよ、三河ゼザン教って。これすごくて、三河ゼザン教って要するになんかもう外の温度、要するに今暑かったらちょっと、緩めにやったりとかもするし、もう脱水、もう水分との戦いなんで、要するに蒸しながら焼くっていうことをするのが天ぷらじゃないですか。うん、蒸し中はなんかこう密閉されて蒸しながら焼くっていうのが揚げるっていうことなんで、焼く蒸すあの茹でるとかだからなんかそういうふうになんか科学的なあの分類でやっぱり天ぷらっていうのは結構難しいっていうのがあるんですけども、その早乙女さんっていう人がいる、早乙女さんっていうのはもうあの天ぷらをお任せしかやらないんですけども、キャバクラというか飲み屋がめちゃめちゃ好きでクソほど儲かってるんでしょうね。まあそれは日本で一番ですから、うん、キャバクラとか行くちょっとモテる感じのいい感じの方なんですけども、クラブとかがすごい好きで、うん、そういうのに命をかけてるからこそあの天ぷらにも命をかけるみたいなすごい方ですよね、うん、例えばキスとかあるじゃないですか、あの魚の、例えば魚のキスだったら片方に皮がついてるから、皮がついてない方だけにちょっとだけ小麦粉つけて同じ温度にして同じように脱水するみたいな、水を抜く、そしてサクッとした味わいをやるとかで、なんか最後の天茶のところにかき揚げが出てくるんですよ。かき揚げ、よくあるかき揚げっていうのが玉ねぎとかグリーンピースとかエビと小エビとか、いろいろ、はい、ごぼうとか入ってたりするんですけども、三河ゼザン教の、その何でしたっけ、かき揚げっていうのはもうホタテ貝柱のみなんですって。なぜならば同じものを同じように揚げないと、もう2頭ものは1頭もへず状態でべっちゃべちゃに全部なっちゃうんですって。うん、それがだからすごいなっていうことで、見てましたね。うん、ということで、スケートダンスは明日3巻を読むんで、うん、そのだから2巻 そのスケートダンスの巻末にその先生が書いてあったんですけども、なんかみんなのお手紙コーナーをあったんですけども、漫画に対するダメ出し以外だったら何でも待ってますみたいな書いてあったんですけど、ってことはやっぱりね、相当やっぱり担当さんとかにダメ出しされつつも自分で考えつつもう微調整微調整でも職人みたいな漫画を書いてるっていうのが伺い知れますよね。そういう一言というか、もうそういうのでね、もう考えてますよというのがね出ますよね。うん、はい、ということで、今日も一人で喋って20分ということで、
終わらせていただきたいと思います。喋るネタがないときには1日のやつをちょっと分厚くやってもいいかなと思いますけども、スケットダンスは毎日喋って、おもろかったツッコミとかを喋ったりして、ほんで、今日あったこととか、を喋っていきたいと思います。はい、それでは、ありがとうございました。